確かに。はい、よろしくお願いします。こんにちは、ゼフィーノさん。あら、いらっしゃい、ライザ。今日は食事？それともちょっと掲示板見ておこうかなと思って。ライザ！はい。お元気？うん、今は別のところです。え、ルベルトさんと？あれからお父さんのお仕事を手伝い。すごいじゃん、大出世だね。ねえライザ。あ、この子はフィーって言って。フィー、この子は私の友達のクラウディア。仲良くするのよ。フィーちゃんか。実はタオに誘われてこっちで遺跡探索してるの。え、それってつまり？そういう危険なことはね。危険がないといえば嘘になるけど。そっか。ん？何？ううん、そう？そうしたいんだけど、ごめん。でも、ライザも。うん、そのつもりだよ。それじゃあ、今度時間を作って話す。うん、絶対にまた会おうね。クラウディア、ありがとう、ライザ。喜んで。それじゃあ、これぜ。え、お金なんていいよ。ううん、気持ちは嬉しいけど。そっか。あ、そうだ、もう一つ。ずいぶん古い本だね。前に偶然見つけたんだけど、錬金術に。え、あ、これ本当？感じ。私のためにずっと持っててくれてたんだね。ありがとう。お礼を言うのはこっちだよ。これで私もちょっとだ自由に。もう少し細かいあれこれが。もちろん。い冒険絶対に行こうね。はあ、どうかしたの？村だと仲がいいのはタオたちだけだったし。同世代の女の子は島にもいるでしょ。そういう子たちとは。家の仕事を真面目に手伝ってる子ばかりだったから。きっかけな、だからみんなと別れてからは。また私もライザたちと離れてからは一人も友達。私も今の時間がと。信じられません。3年間、友達を一人も作ることなく過ごしていただなんて。私はあまり長い間同じ場所にとどま。私は言った通り、きっかけがね。パーティーも来てみればわかると思う。そう、行くぞ。ねえ、見せたいものって。今見せるよ。この3年間、クラウディアが私に送ってくれた手紙だよ。驚いた？当然だよ。これ
もちろんクラウディアにもらった手紙は私の宝物だし、島に置いて。ライザ、私からの手紙喜び。私、島の外に友達っていないから、この手紙が届いた時嬉しくって叫んじゃった。いや、本当はね、私からも。ううん、分かってる。私は大将と一緒にあちこち移動してるから手紙を送る。私、みんなが島から出てって一人で寂しい君、この手紙のおかげでいつも元気でいられた。よかった。それにしてもたくさん書いたのは覚えてるけど、私なんか改めて見ると恥ずかし。恥ずかしがらないでよ、私の宝物だよ。あ、でも今回はなんとか持ってこられたけど。大切にしてくれるのは嬉しいけど、全部も。あれ、クラ、あ、ライザ。わあ、綺麗な。実は一度だけ仕事で扱ったことが。そうなの？やったじゃん、クラ。うん。え？で今買っておかないと、またいつ。そんなのライザも同じだよ。私はそのうち王都を離れなくちゃいけないし、どっちが先になるかは分からないけど、そうなったら今度私たちが、今回みたいな偶然がなかったら。私ね、ちょっとだけライザは私と違ってと思っても、私はだから、今はうんとライザのことを独り占めして思いっきり楽し。あ、クラウディア。ごめんね、今の話は忘れ。クラウディアは離れてるのが不安なのかな。そうだ、ならどんなに離れてても私たちの友情は絶対。でもそれと。ヤッホー、クラウディア。いらっしゃい、ライザー。じゃん、すごい、とっても。本当？どういう。はい、これはクラウディアのだよ。え、もしかして。一つはね、もう一つは私の。ほら、こういうお揃いのものって持ってないから作っちゃおう。ライザー。どうかな、ちょっと次に会えるのが、たとえ何年後になったとしても、それだけは絶対に変わらないよ。これはその約束の証。ありがとう。私ね、ライザン、そのせいでライザに心配かけちゃった。気にしないで。ずっといろんなところを旅してたクラウディアには、それでも私と友達になってくれた。だからね、クラウディアがもう二度と、そう、私はこれからも友達をたくさん作ると思う。それでもクラウディアが私の大親友である。だからもう二度とクラウディアが不安な。こっちにいる間に私のクラウディアへの気持ち。うん、ありがとう、ライザ。私、このブレスレット。やっと座れましたね。お茶に行くという話だったのに、何時間もか。ごめんね、ついに。別に怒ってはいません。でもなんだかここ最近。そりゃあ。うん、だって私たち、あ、だから一緒。そうそう。そうだったんですか。お、待って待って。ごめんなさい、邪魔者扱いしたわけじゃないんです。パトリツィアさんにもいて。別に気分を害したわけじゃないですよ。一緒にいられる時に思いっきり二人の時間。でもパトリツィアさんも同じく貴重な女の子のお友達。そこまで。ありがとう。
取りちゃん。お礼を言われるほどのことじゃ。一緒にいてほしいっていうのなら、やたらと二人の世界に入る。はい。二人の世界？時々、というかかなり頻繁に。え？そんなことない。うん。パトリチアさんの。ねえ。いや、だからそういうところを。それにしても、三年間会ってきっとお二人は10年離れてた。パティ、何か言った？いいえ、何も。